はい、こんにちは。税理士川南です。オンライン上で税理士を雇うということで、オンラインサロンを運営している自営業専門の税理士です。本日の動画もよろしくお願いします。本日の動画はこちら、誰でも起こる可能性がある黒字で倒産について動画で紹介したいと思います。本日の目次はこちらです。黒字倒産ってどういうこと？起こる理由について説明をして、じゃあ赤字なのに倒産しないのはどうしてを紹介して、最後に対策方法、資金繰りの話について説明したいと思います。本日の動画このような流れでいきますので、最後までよろしくお願いします。はい、それでは黒字で倒産、誰でも可能性がありますよということで、順番に説明していきたいと思います。本日の目次は先ほど言ったような流れでいきますので、お願いします。さてさて、黒字倒産ってどういうものかと言いますと、要はね、利益が出ているのに倒産するっていうことです。なんで利益が出ているのに会社が潰れてしまうんだろうってね、疑問を持つ方がいると思いますけど、次のね、スライドで紹介していきます。上場企業でも黒字倒産によって潰れた会社が実際にあります。そして国税庁の統計によりますと、実は 53% が赤字企業なんですね。残りが黒字企業。ってことは、約半分ぐらいが赤字の会社なのに、それでも倒産しないのはどうしてかって思いますよね。そしてじゃあ、黒字なのに倒産するのは逆にどういうことなんだっていう疑問が出てくると思うんですけども、わかりやすくね、簡単に、どういう仕組みで黒字倒産が起きるのかについて説明していきたいと思います。まずですね、起こる理由を簡単に、いろんな原因があると思うんですけど、大きなものというかメインになるものがこちら、挙げているものになります。まず一つ目ですね、自己資金の余裕がないってことです。現金がない、資金がない、そして、自己資金の借り入れができない、現金がないので黒字なんですけども、要はなんとかなんとかしのいでやっていて利益は出ているけどもっていう状態なので、銀行や金融機関から借り入れができないっていう状況に陥っていることが多いです。そして3つ目がそれによる資金ショートですね。要はお金が手元にないので支払いの請求書の期日までに払えないってことです。例えば仕入れした請求書が来た時にそれが払えない、スタッフの給与を支払おうと思った時に払えないということは、要は資金がショートしてしまう。そうすると黒字でも倒産するっていうことになります。図で分かりやすく説明したいと思います。どういうことかというと、だってね、現実をなんで黒字なの起こるのかなと思うじゃないですか。でこちらで紹介するとちょっと分かりやすいかなと思います。最初にね、売上が入りましたと、どんどんね。でこの売上によって皆さんその払うべき経費を支払っていくと思うんですね。例えば最初にじゃあ仕入れの支払いが来ましたと、その次に家賃の支払いが発生、でここに次に人件費、給料を払いたいというの支払いが来ました。次にですね、借り入れの返済が来ましたと。そうすると、このこれらの支払いのものを足しても、この入ってきた売上よりも、こっちの金額、払うべきものの金額が大きくなってしまうと、結局支払いすることができない。支払い不能になるわけですね。そうすると、倒産すること。黒字倒産と言われることになるんです。もうどうしようもない。この払うのも払えないし、資金もない、現金もない、借り入れも断られ、借り入れをすぐポンと入金できるわけじゃないですよね。審査があったりとか、書類を交わして、こう何回もね、こう行ったり来たりしながらするので時間がかかるんですよね。いつまでに払わなきゃいけないっていうか決まりがありますよね。それに間に合わなくて支払うことができなくなってしまいます。で、もう少しあとね、何ヶ月かしたらとか、もうね、再来週には売上が、次の売上が入るんですけどってなるんですけど、これが入ったとしても、結局また次の仕入れの支払い、その次の家賃も来ます、人件費も来ますので、借り入れの返済は毎月来ます。そうなると、この売上だけじゃ結局これが賄えなくなってしまって、もしこのタイミングで借り入れができたとか、誰かからお金を資金をもらえたとしても、また次同じような状況がぐる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 発生してしまいます。ってことはやっぱりそのビジネス的にうまくいってない、支払うことが、経費を支払うことができないっていうことは黒字、利益が決算上は出ていてもこう倒産するっていうことになるのは、簡単に言うと黒字倒産の仕組みというか原因になります。それじゃあ逆にですね、どうして赤字の企業や自営業の方がいるのに倒産はしないのはどうしてかと言いますと、それは現金資金があるってことですね。現金をまず持っているとか、プール金で持っていたり、運転資金としてストックがあるとか、現金資金がある。その先に経費を支払う能力があるとか。そして、赤字ですけども、融資が受けれる状況であるってことですね。金融機関先に信用があり、今までの取引の状況とか、今は根拠は赤字だけど、過去は利益がずっと積み重なっている場合だと、信用がありますので、金融機関から資金も受けれます。また、元になるね、ここにね、現金資産があると、やっぱり貸す側も安心しますので、融資してもいいですよって言ってくださる方が出てきます。要は資金調達ができるということです。そうすると赤字なのに倒産しないっていうことになります。もちろんね、ずっと赤字が続きっぱなしだったら、潰れること、廃業したり倒産することはもちろんあります。
でね、対策方法なんですけども、対策方法としてはやはりこれです。お金の流れを把握してください。小さいビジネスをしている方とか、法人ほど大きくないって方でも、法人の社長でもお金の流れも把握することが大事です。いつのタイミングで入金があって、いつのタイミングで自分の支払いが来るのかっていうのを把握しないといけません。それが要は、専門用語でいくと資金繰りって言われるものとか、キャッシュフローっていう言葉聞いたことあるかもしれないんですけど、キャッシュフロー計算書を作りましょうっていうのは、これはお金の流れ、いつ払って、いつ入ってきて支払えるのかどうかとか、お金の流れを把握することです。これができていないと黒字倒産する可能性もありますし、思っていなかった予想外の支払いが来てしまって、あれ払えないよねっていう風になるようでは、経営者としてはまずいってわけですね。先ほど言ったように、この自転車操業はやめましょうってことです。これはですね、先ほど説明したように、この繰り返しのことを言います。要は今回自転車操業、ここの支払い不能にはならないんですけど、とりあえず売れ入ります、払います、払います、払います、ギリギリここで売上が入ってきました、借り入れの返済もできましたっていうことで、いつもいつもギリギリでこう売上と経費を支払うので精一杯で、もう余裕もないし、プール金もないし、積み立てすることもできないし、何かあった時用の資金を取っておくことができないっていうのを自転車操業っていうんです。これのギリギリを本当にもう綱渡りのように繰り返すのを自転車操業と言います。でね、自転車操業をずっとしていると、本当にいつまで経ってもオーナー社長は苦しい状態ですし、もうハラハラドキドキしっぱなしで、なかなかビジネスが安定しません。ですので、なるべくこのような状況を早く脱出する必要があります。売上を上げたりとか、経費を上げたりとか、新しい仕組み作りをしたり、これはね、ビジネスの経営方法の話になるので、ちょっとね、今日は動画でそこまで説明できないので、自転車操業はなるべく早く脱出したいですね。そして、よくね、格言っていうかセリフワードを聞いたことあるかと思うんですけど、回収はなるべく早く、要は売上の回収はなるべく早く、そして支払いはなるべく遅くしようっていうような、ビジネスにね、たまに載ってるんですけど、これが来た大元は今言ったその黒字倒産を防ぐためです。回収はなるべく早くした方が、もちろんね、売上の入る時期が早ければ早いほど、支払うべきものを払うのは楽になります。支払いはね、なるべく遅くした方が売上の入金はしばらくそのまま継続して持っていることができるので、資金があるという状態になりますので、支払いは遅く、ビジネス書によく載っている格言が来た理由です。でもね、こちら注意してほしいんですけど、回収早く、支払いは早遅くって言いましても、やはりお互いね、向こうも経営していて、自分もビジネスを経営しているというと、支払いが遅いところとか、いつもギリギリにしか入金がないというところは、やっぱ信用が積み重ならないんですよね。向こうの事情もありますし、あとね、締め日もあると思います。その取引先とのいつまでに払う、それは必ずやはり守らなければいけない社会のルールですので、なるべくね、こう支払いは遅くとは言っても、いつも支払いが遅れるっていうのは、信用を失ってしまうので、やめた方がいいと思いますということです。で、本日はじゃあね、黒字倒産ってどういうことなのかっていうのを簡単に動画で説明させていただきました。まあね、参考になれば幸いです。オンラインサロンなんですけど、オンライン上で税理士を味方につけるっていうことで、もう月額制の完全会員制でやってるんですけど、質問や相談できますし、あとね、定期的にズーム会議で私とコミュニケーションを取ったり相談して話す会があります。で、どういったことを投稿してるかっていうと、まあ税金や経理のことももちろんなんですけど、ビジネスのマインドとか、私がどういうふうな考えでビジネスをしているのかとか、YouTube の裏話とか、実はここだけの話なんだよねっていうような情報をオンラインサロンの方に毎日毎日投稿しておりますので、興味のある方は概要欄に URL を貼っておきますので、そちらの方からぜひクリックしていただけると嬉しいです。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。コメントや、ね、感想をいただけると本当に励みになるので、どうコメント感想、お待ちしております。はい、それでは本日の動画は以上になります。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。税理士川南でした。またね。ぜひぜひチャンネル登録お待ちしてます。